はい、えー、プラン内容に関しては、えー、まずその前に一回ちょっとね、あのー、まあ、初めて皆さんに会ったので、こんなに皆さん素敵な時間作っていただいてるので、僕が、えー、自信を持った、えー、今のリラックスお菓子。 開発しまして、そちらをぜひプレゼントさせていただきたいと思います。<laughs> はい、おかしいグミですね。あ、グミあの、はい、CBD グミっていう。はい。はい。まあ、皆さんも収録結構、まあ、してる。まあ、そんな中でちょっと今回の時間をリラックス時間一回過ごしてから、さらに深い話をぜひさせていただきたいと思います。わかりました。はい。はい。はい。じゃあ、リラックスグミを。はい。新しいな。<laughs> あじゃくちゃあリラックスあ。ありがとうございます。はい。はい、あ、京極産のブランドなんだ。あ、そうですね。はい。でんだけ、食べすぎると、そのまま爆睡する可能性が出るかもしれないので、はい。<laughs> 大丈夫ですかこれ。<laughs> 何が入ってるんですか ?CBD という成分で、マリファナ由来の化粧品成分。 あの、OK です。法律は OK なん。これオンエアできます。はい。あの CBD っていう成分が今すごく注目されてるんですよ。今回、融資がメインだと思うんですね。はい、これをなぜ今回融資にしたのかっていうのを聞きたくて、はい。あの、タイガーファンディングだと、はい。多分、ご覧になってると思うんですけど、はい。割とやっぱり投資の方が大きいんですよね。はい。で、その一つの理由っていうのが、やっぱりこう、大きく広がるとか、 例えば日本だけじゃなくて世界に広がるとか、いろんな業種にまたがるような横展開ができるとか、要するに夢があるようなプロジェクトっていうのは、やっぱり投資の違いもあるしあ、ワクワクするなって思うんですね。今までのお話で、やっぱりビジョン自体も大きいし、すごくワクワクするんですけど、今回これを有志にされるっていう理由は何なのかなっていうのを聞きたいんですけど。 僕自身が割と地道に一歩ずつ上がっていくタイプの人で、で、今まで投資を受けたこともないので、で、ここで投資じゃ受けるというふうに言って、で、皆さんに対して僕の案もない中で投資を受けたいというのは、まあ逆に失礼だなというふうに当たるので、だったら自分のその、まあ今のその地道という感じで、じゃあ融資の方が、まだそのイメージはしやすい。 なので、一番初め冒頭で話している、じゃあ投資もすごく検討していきたいですし、やっぱ授業を加速していくには仲間は絶対に必要というふうに考えているので、なので、ここでもし皆さんすごくいいその投資の案だったりとかぜあの、ぜひ前向きに考えたいというふうに思います。こう、きらびやかな姿と、今こう、淡々と地道に、道を上がっていきたいんですっていう、はい、この、 なんかいい意味でのギャップがすごく感じてまして、はい、あの資料にも12歳の時に日本にっていうことだったと思うんですけど日本に来たたた理由みいいなののっていうのはお話できたりとかかしますか自分は結構、まあ、その家族がもともと上海にいる家族があんまり豊かな感じではないのでお母さんが自分が子供の時に、まあ、出稼ぎみたいな感じで、まあ、日本に、まあ、全て全財産を まあ日本にかけたっていう感じで日本に来てでそれでまあ女性一人でこうすごくいい感じにまあ上がってきてでそれでまあこの子は中国行ったらちょっと未来がないのであの連れてきたっていうところだったのでだからそういった面であと僕自身が技術にしろまあ何にしろすごくその努力派な感じですね天才派ではないっていうイメージです自分自身が。すごくね誠実なあの うん、印象を受けていますやっぱり VR って彼が思ってるほどまだ日本だけじゃなく世界に浸透してないでも京極さんはそれをすごく冷静にまだそうじゃないっていうことを言うのがなんか僕はすごいなと思いますねはい何か,かハマるじゃないですかこれいいと思うとこれうまくいくんですよって思うのが普通なんだけどすごくそこは冷静な客観的な目を 持っていらっしゃるなと思いましたこれは自分で作ってるんですかこの競合プロフェッショナルあ、うちはエンジニアを抱えてましてエンジニアさんでそのあとライターさん結構 SEO 対策にすごい力入れてるんですよははい、はい。はい、結構なんか意外とちゃんとしてますね <laughs> いや意外とって言われても <laughs> 僕なんて答えればいいかわからないじゃん <laughs> 意外とって言うと <laughs> なんかちゃんとしてないみたいだよね三 <laughs> 崎さんの印象がもし今回 まあ2 0ええ2200万っていう希望金額がもし出なかったらどうされるんですか？もし出なかった場合は、うん、方法を探します。例えばどういう方法をこうまあもしかしたらまだ考えてないかもしれないですけど、はい、どういう方法を考えたりとかってうんまあもし出なかった時は出なかった時で考えますね。僕は今この時間に120%のはいあの希望 抱いてきてるので、はい、まあ出なかった時はまた、うん、立ち直って考えます。既存事業で利益出てますもんね。だから時期がずれるだけとかそんな感じですかね。まあ、時期がずれたりとか皆さんとの素敵な縁がまあなんかちょっと短く割っちゃうっていうのは悲しいなっていう。はい。こいいな <laughs> 答えが <laughs> いやいやいや、うん、なんか完璧完璧ツアーですけど、ビジネスプランも別に、うん、手堅い気はしますし。 で、インフルエンサーでですよね。うん、なんか、うん、別に出さなくてもいけるから、なんか出さないでいいかなぐらいの感じなんですけどね。そんなことない。そんなの言うのはやめてくださいよ。あの、必要です。<laughs> 必要です、まあ。だって答えっていろいろあるじゃないですか。あの、その場合には、簡単に言えば、 実は自己資金がありますっていう言い方、もしくは銀行借り入れだって多分できるじゃないですか。でもそういうありきたりの答えじゃなくて、僕は今ここで120%力を発揮しようと思ってるんで、先のこと考えてませんっていう答えがあるんだなーって、改めて思っちゃいますよね。うん、でもその裏に、そういうものはもうあるのが見えるので、余計にすげえなと思って。<laughs> そんな、はい、なん賢いんだろうなーと思って。オールアナセン 新しい未来をつかみ取れ。キャッチダファンド